筆塗りシリーズですね。今回は筆塗りシリーズにギャンを選びますと。まあ、いろんな筆の塗り方、筆の使い方、塗り方でやっていきます。次の筆塗りはですね、メインはラッカーでやろうと思っています。ラッカーで塗る筆塗りの仕方についてね、お話をしていこうかなと思います。今までエナメル、ラッカー、まあ、サフで下地で作ってラッカーエナメルですね。で、そこのエナメルの部分をラッカーにしていきます。最後のウェザリング等は、まあ、やっぱりエナメルを使うと思いますけれども、まあ、それはねエナメルでしてね。で、基本塗装をラッカーでやったらどうなるかというお話をしようと思います。で、部分部分の何だっけ、ゲート処理ですね、接着するべきところもちょっとお話をしながらやっていきましょうか。ゲートの場所と接着の場所をお話ししておきましょう。この部分ですね、でこのラインは接着しないといけないですね。顔のパーツを外すと、ここと、ゲートのここの場所ですね。で次に胴体ですけど、胴体の部分はここにゲートがあります。ここの部分にね、段差のごとくパーティングラインが存在します。処理しましょう。若干ここのパーツのめくれがあります。処理しましょう。でここにもゲートの跡もちょっと消してしまったんですけど、ゲートがあります。ゲートの跡、この真っ黒丸ですね、はい、ゲートの跡がここにもあります。反対側にも同じくあります。はい、ゲートがありますね。の処理だけでいいと思います。これも胴体、腰部分ですね、リアスカートのこの部分、この部分にゲートがあります。この部分にもゲートがあります。はい、こちらこの3箇所ですね。で、サイドアーマーのこちらとこの部分、サイドアーマーの、まあ、フロントアーマーの横の部分ですね、両サイドに、ゲートが出てきます。サイドアームは両方2つともですね、同じ場所にゲートができますので、こことここですね、からこことここですね。で、上面の部分、このちょうどこことここ左右対称になっていますので、まあ、その辺はやりやすいんじゃないかなと思います。内部パーツのこの内側のところですね、ここはまあ何もしなくていいでしょう。はい、そんなところですね。もうここはひっつけるだけですから、グレーに塗ればそれで解決すると思います。シールドですね、シールドはですね、ここの部分、それからこの部分、ここの部分ですね、それぞれにゲートでくっついていますので、ここはこのマジックは消えるぐらいな感じでゲート処理しておけばいいかなと思います。で、黄色の部分ですね、この場所、この場所、この場所にゲートが出てきます。ではこの丸いここの部分、それからここにゲート、ゲート、ゲートですね、この部分、この部分、この部分と同じ場所ですね。こいつは接着しますから、はい、この丸の丸いパーツです。これ外れるんでいいんですけど、ここのところにゲートが来ます。ゲートが来ます。で、関節曲げたところに、ここにゲートが出てきます。こちら、ここにもゲートが出てきます。はい、こんなところですね。まあ、手は分解してゲート処理をすることですね。次、バックパックですね。この部分にゲートが来ます。バックパックは、あとこれパーティングライン、パーティングラインですよ、パーティングライン。こっちは分割できるんですけど、ここ分割できないパーティングラインで、区切られてるんでね、このパーティングラインはカンナ掛けで消した方がいいかな。はい、次、足ですね。足の、太ももの内側からここにパーティングラインが来ます。で、すねのこの端っこのところですね、ここはまあこちらにも同じようにパーティングラインが、切っています。あ、パーティングラインじゃない、ゲートが切っていますので、ここはまあ目立つところですが、しっかりと
冷凍処理をします。あとスカート、裾の部分の後ろのベルボトムのとこですねにもゲートが来ます。でこちらはねもう接着はせずにやろうかなとも思ってるんですけれども、どうしようかなってとこですね。接着してもしてなくても多分あんまり変わらないような気もするんですが、後ろのここだけ接着するかもしれません。ここのとこだけね、とりあえず今のとこまだ頭のここの部分だけですね接着をしなければいけないな。あ、と腕の手前の前腕部のこの部分もちょっと接着しても消しといた方がいいかなと思いますね。でこの部分にゲートが来ます。この部分ですね、あ、こっちにマーキングしてちょっと見にくいですけれども、マジックで書いています。ここにマーキングしているところですね、抜けた、はい、ここですね、こことここ、まあ、左右対称であと後ろにここにありますねぐらいでいいでしょう。これはまあゲート処理のみでいけると思います。サーベルのこの部分にゲートとそれからパーティングラインがスッと入ってますので、こちらも処理をしておきましょう。でツバの部分なんですけども、ツバの部分この3点にゲートが来ていましたので、この突起を潰さないようにね丁寧に、パーティングラインそれからゲート処理をしておきましょうね。ゲート処理やっていきます。240ですけど、足のゲートですね取っていきます。最初は粗くね、で次400いきます。倍分け240でこすったところをさらにこすってやると、だからだんだんこうこする面積が大きくなりますね。で400終わりました。次がですね600、これ600だから600いきましょうか。800でもいいと思いますけど、まあ600で終わりにしますんで、特に、今回も筆塗りですからね、多少ないのは大丈夫。まあ、これは筆塗りシリーズの1G の特にまあジオン系はねやっぱ筆塗りが似合うかなっていう感じもしますので、ギャンの頭のパーツですね、これの後はめ加工をしておきます。後はめ加工する場所なんですけどね、これまずこの黒いモノアイの走るレールのところ黒い部分ですねと、それから下顎のこう後頭部とこの部分ねをくっつけて、それから上から乗せてやって、これでギャンの頭になるんですけれども、まあここはまあ後はめへったくれもないんで、まあ、ちょっとアンテナ取りますけれどもね、ここは関係ないですからね、これはまあ置いといて、要はこの黒いこのモノアイが走るレールの部分ですね、モノアイシールドっていうんですかね、これが抜けないですよね。で抜けないのはここ挟み込んでるところがありますので、そこをカットします。よ、はい、この黒い部分ですね、これがここですね、この部分、この部分をカットします。パチッと、でこれでも多分抜けないはずなんですよね、機械的にこうくっついてる力が強いんじゃなかったかな、あ、そうでもないか、抜けそうで抜けないと、どこかが引っかかっていますので、
多分ここの角をねちょっとカットしておきましょうね。できるだけ抵抗力をなくしておくと、角のこういうところですね、定位置にさえ収まればそれでいいですから、最後の最後スカスカになった場合は、接着で OK です。はい、いきます、やってみましょう。はい、入りましたね。抜きはどうでしょうか。あ、抜きもちょっとクリクリってやれば抜けますね。ここをちょっとギザギザなのは少し、鳴らしておきましょうか。まあ、これぐらいですね。はい、後はめはそんなに難しくはありませんので、どうしようもなくなったら最後は接着だっていうことでね、でいいです。はい、こんな感じで、はい、ヤンの後は加工ができました。本日の100均瞬間接着剤はこちら。本日の、まあ、いつも使ってるんですけど、強力瞬間接着剤プロ用ハイグレードですね。まあこうやって私はこう紙パレットに出して、で、瓶ですね、でかいな、こういうあの密閉する瓶の中に乾燥剤と一緒にで入れておくと、あの先の方を下にしといた方がいいと思います。はい、これで密閉ですね。で、新しい爪楊枝を出しておきます。こちらでこれですね、で接着を行います。これね、ある程度粘力、粘土ドロッとした感じですねがあるんで、非常に使いやすいんですよ、100均のこいつは。はい、高級のやつはちょっとサラサラしてみようかな。この辺の、はい、もうピチッとやってでですね、もう一つ、今のは全然ちっちゃかったです、大きかったですよね。こういう形で接着していますね。ちょっと光ってるところで接着剤がちょっとはみ出ているのが分かるでしょうか。で、最後は アルテコっていうところから出ている、硬化スプレーのプライマーです。高いかもしれないけど、で早く固まってくれますので、時間に早くやりたいなって思われるせっかちな人は、私のようにせっかちな人はでも出来上がるの遅いんですけれどもね、まあ、スプレープライマー使うといいんじゃないでしょうか。適当にちょっとカットして、これとここをこうくっつけるということをしますね。せっかく瞬間接着剤が出てるんでね、とってしまいます。先っちょをちょっとカットしておいて、で表面をねまっすぐにしてちょっと荒らしておきます。で瞬間接着剤をトントンと、でそこに、こちらもきれいに流しておいた、乗せてやりの、これでまた、硬化スプレーを振ってやりましょうか。これで硬化スプレーシュッシュッとしてきますね。まあゴミ箱を横に置いてまして、そこに向けてシュッシュッとやってやると、まあ、こんな形で今固めておきます。まず粗めの240で少
少し盛り上げてしまったところを削っていきます。先はですね、スポンジペーパーの240の傷を消すために400で、はいですね。はい、どうでしょうね。これかなり綺麗に表面処理ができました。よいしょ。はい、もうね、こう木を削るように。するっていうことで力の加減をコントロールしやすいものとして、まあ、私は使用してるんですけれども、こういう台ですね、このつるっとした台の上には限界がありますので、それをまあこういうところの角に合わせて削るとか、まあ、傷がいっぱいありますので穴に置いて固定するとかね、っていうことです。さあ、ちょっと粗削りをしていきます。ちょっと、そうだな、長すぎるような気もするんで、長さはちょっと見ながらカットするかもしれないですけどね。こうやって形を整えていきますよ。伸ばしました。多分3ミリぐらい伸びてるんじゃないかな。ちょっとカットして引っ付けて、ね、伸ばしたって感じですからね、まあ、繊細なモールドですので、これはもうくっつけたまんまではなくて外して保管した方がよろしいかと思います。で、別々で塗装した方がいいかな。こういう場合はね、折れちゃうかもしれないですからね、はい。もう一回つけてみましょう。これぐらいですね、うん、これぐらい高いといいのかな、悪いのかな、まあ、ちょっとあと全体組み立てもう一回見てみないと分かんないですけどね。次ですね、いきなり足やっちゃいましょうかね。最初のやつに戻る方が早道ですね。これね、400からやると長い時間かかっちゃうんで、これは思いっきり戻った方がよろしいです、はい。このパーツは外れますので外してやりましょう。こっちも外れますので外してやった方がいいですね。ここはこのパーツ、あ、ここにパッティングラインがあります。この2つを消していきます。反対側も ありますね、同時に消していきますので、普段はこんな風にあのマジックでは描かないですからね。
ー